皆さん、こんにちは、佐々木ですえ。本日は重大発表があります。それは持っている仮想通貨のほとんどを売った、もしくは今後売っていくと。 え、いう報告をしようと思って今回動画を撮っています。え、これからですね、その理由と、え、どういった経緯でそういう風になったのかっていうのを話していきますので、え、ぜひね、仮想通貨を持っているとか、まあ今投資をやっている、もしくはこれから始めようと思っている方は、まあ、特にね、持っている方と始めようと思っている方も、え、真剣に聞いてほしいなという風に思います。本当に重要な話なので、え、ぜひね、最後まで聞いてもらえればなと思います。え、これからですね、本題に入っていくんですけども、 えまだね、僕の公式 LINE、公式メールマに登録してない方はぜひ登録しておいてください。ちょうど今ですね、この仮想通貨で稼ぐっていうことを、えー、講義をね、無料講義を新しくしたものですね、この公式 LINE、公式メールマで配信してます。 でもしその仮想通貨売ったとか売,る売らないとかですねえ関係なく僕は今後も続けていきますので一旦理学したって話ですね今回はえなので次いつ買うのかとかそういった配信とかも今後、えー、公式 LINE 公式メルマーの方でやっていきますし、えー、短期トレードで売りで入っていくとかショート目線とかですね下がっていくことを狙うとか、えー、そういったような方法とかも、えー、こちらでね講義を、えー、無料でお送りしてますのでまだ、あ、登録しない方はぜひ登録しておいてください本当に無料でこれだけの、ね、価値があるものって見れないぐらい すごい内容ってのを取りましたので、ぜひね、見てほしいなと思います。そして、こちらのね、ビットゲットなどの取引所っていうものも、ぜひね、まあ、登録したい方は登録しておいてください。あの、短期トレードやる場合には、買い取りですね。そちら、どちらも、ね、できた方がいいので、こういった、ね、レバージ取引ができる、BTCFX とかできる取引所は必須かなと思います。僕もね、使ってます。 あと、有料サービスということで、トレードスクール配信のインプランというものも行ってますので、こちらもね、えー、ぜひ興味ある方はチェックしてみてください。今回の YouTube ではあの、売ったというものとかは、えー、言いますけども、銘柄については伏せます、えー。なぜなら、買った銘柄とかについても、3万から4万ドルで買った銘柄も YouTube では配信してないんですけども、えー、トレードスクールでは全て銘柄、取得単価、数量、えー、投資額っていうのを全部ね、詳細に配信しています。配信のインプランも、まあ、それの一部は配信してますので、えー、興味ある方はチェックしてみてください。 あ先ほどね、そういったような、えー、BTC が下がるっていうようなツイートもしたんですけども、えー、ぜひね、ツイッターの方も、えー、重要な発言とか、えー、相場分析とかもしてますので、興味ある方はチェックしてみてください。こんな感じですね。えー、結構、まあ、いいねとかも集まっていて、2万ドルまで下がるとかね、370とかた、えー、昼ぐらいにやったんですけど、それぐらい、昼じゃないか、午前中ですかね、えー、にやったんですけど結構いいねが集まってます。まあ、いろいろねあの、そうじゃないとか、そう思わないという人もいるみたいですけど、僕はそう思ってます。 もともとね、あのこちらの動画を見てほしいんですけど、8月14日に撮ってますけども、えー、その前からね、えー、僕の動画を見ている方はわかると思いますけども、えー、今年の5月とか、2021年5月、6月、7月、まあ、ずっとね、BTC がもし5万ドルになるんであれば、ビットコインを利格したりとか、あるところに利格するという発言をしていました。 で、ここがね、本題入っていくんですけども、えー、まあ、ビットコイン5万ドルっていうのは、一つの節目かなというふうに思ってます。で、そこで、まあビットコインを利格し、えー、ビットコインはまあ4万ドルで利格してしまったんですけどえー、あるね、需要があって。で、それで、あの、アルトコインはまだ残しておいて、で、そのアルトコインも、えー、かなり多額っていうかね、えー、多分、1億はいかないけども、数千万ぐらいは持ってたんですけども、それを今回、まあ、ま利格した。まあ、一部、今日で多分、 1000、えー、万か2000万前後利確して、あとまあ残り、あと今後数日とか、えー、来月ぐらいにかけて、残りですね、数千万とかまた利確していこうかなというふうに思っています。まあ、それぐらい、まあ、下がるんではないかというふうに思っています。っていうのと、仮に下がらなかったとしても、一旦このフェーズであのこもし下がるんであれば、えー、もし利確できなかった場合に後悔するなっていうのがあったので、 一旦例えばこのね、今年6万5000ドルまで上がりましたけども、この5万ドルっていうのは、まあ、ほぼ最高値に近いなということで、ほぼ全コインを売っていこうかなと。で、含み損になっている銘柄については売りません。放置して、次のバブルとか、もしこのままね、ぐんぐん上がっていって、最高値をして上がっていけば、今、含み損になっている銘柄っていうものもあるところいんですけども、まあ、プラスに転じてくれると。 いうふうに思ってますので、含み損になっている銘柄ね、いつも言ってますけども、放置して、でもし下がって、ね、これが、今含み損で、さらにこれビットコインが下がっていった場合に、ね、は、含み損の銘柄はさらにどんどんね、含み損になっていきますけども、えー、そういった先で、えー、もしね、その銘柄を信じ続けられると思った銘柄については、僕は投資していこうかなと思ってます。で皆さんもそういった感じで、買いましっていうのは僕は必あの別に悪いことじゃなくて、安く買えてラッキーみたいな風に思ってます、常にね。 ただその銘柄を信じられるのかっていうと、長期で上がるのかっていうところはまあ絶対ね条件ですけども、そう思うんであれば僕は別に下がるごとに買っていくっていうふうには常に思ってます。この前かな、一本前からの動画で言った通りですね、勝率を上げることができるっていうのと、損益率もめちゃくちゃ高くなります。投資額が最大の損失額で、上がっていけば上がっていくことにその額が2倍、3倍、5倍、10倍とかになってる可能性があるので、 まあ特に仮想通貨ね、上昇率が激しいので、えー、そういった戦略を、えー、していきましょう。えー、まあ、一本前の動画ね、ぜひ見てください。えー、で、えー、っと、まあ、売った理由っていうのと、あと、ここですね、5万ドルで利嚇と、約警戒って話。で、これは、あの、ここの動画でも言ってるので、ぜひね、14日のこの動画も見てほしいんですけども、これもいいね、すごい集まってますね。ただ、まあ、結構そういうふうに思ったとか、共感したとか、コメント欄もかなり多かったんですけど、まあ、ただ、えー、今ね、またその B、またというか、ソラナとかエイダとかがかなり え上がってますので例えばエイダコインとか最高値超えしましたしソラナもね昨日かな昨日の夜とかぐんぐん上がってまた最高値超えし100ドル付近まで行きましただ、こういったのを見てると、えー、またそのバブル突入するというかバブル継続、えー、っていう風に思われる方とかもいると思うんですけども、まあ、僕もその可能性はねないとは思ってないですねだけどもやっぱり一旦その下落のフェーズっていうのとその下落のフェーズが来るんじゃないかっていうのと 大幅なそのビットコインが落ちなくても、やっぱり、えー、4万ドルから3万ドル前後までは再度落ちるんではないかなと。うんまあ、直近で思ってるのはやっぱり3万ドル前後まで落ちて、で、また3万から4万ドルまで上がったりとか、もしくは3万から5万ドルのレンジになるとか、えー、そういったふうには思っています。だそれぐらいその上がっていくのは厳しいんじゃないかなというふうに思っています。で僕がかけてるんですね、どっちかっていうと、その今回その、理確したっていう経緯は、 まぐんぐん上がっていくっていう可能性よりもやっぱり下がってる可能性は高いっていうふうに思ってであれば一旦理学して下がったとこに再度,再度買い増ししようというふうに考えてるわけですねだから仮想通貨投資をやめようと思って理学してるわけではないっていうのとあとそうですね要は僕のその投資人生の中で今後その資産を増,え増やしていくためには えー、人よりもその売買を増やさなければいけないと、上がった時に利格して下がった時に、えー買,いまえー、買い直すってことを繰り返さなければ、えー、今はね、お金持っていて、えー、ただガチホでめちゃくちゃ持ってる人たちに追いつくこととか、それを追い越すことって絶対にできないですよね。これは、えー、ちょっと前ぐらいとか、えー、何回か言ったことあると思うんですけども、僕はその、えー、自分の持ってる資産を増やしたいと、なおかつまあ、年もね、まだ31とか、 まあ年といえば年ってか、おじさんといえばおじさんですけども、その人生ね、60歳とか70、80まで生きるとすれば、えー、で、まあ、20歳ぐらいからね、僕始めたのは25歳ですけども、元気とか何かね、えー、しっかり社会に出てっていうことを考えて、まあ、20歳ぐらいからだとすれば、まだやっ,やっぱ10年ぐらいの社会経験。残り、その、この10年間のあと、えっと、60歳だと、20から4、あと 4, 4倍ぐらいあるわけですね。 4倍あ 10, 10年使ったから残り3倍か。この10年だからね、えー、次40歳、50歳、60歳と、えー、残り30年ぐらいは、まあ比較的多分、なんか事故とかね、障害とかなければ、えー、元気に生きていくわけじゃないですか。かその中で僕はやっぱり資産を増やしたいなと。特にやっぱ今一番ね、30とか、 まあ今というかね、できれば20代が良かったですけども、30歳とか40歳、若ければ若いほどやっぱり無理できるというか、細掘資産を失ってもっていうところあるので、そういった年齢でやっぱり勝負かけたいなっていうのはありました。なので、すごいその大勝負ってわけじゃないんですけど、今回利理覚なんで別に大勝負というかむしろ、あの、勝利をね、確定したっていうだけなんですけども、僕としては一旦ここで勝負、あの、一旦理覚して下がることに勝負をかけて、 で、っと下がっていった時に買い増ししたいなっていうふうに思ってます。で、ツイッターには書いたんですけど、僕はビットコインは2万ドルまで下がるというふうには思ってます。ね、で、その時に今ビットコインを買おうかなと。ただ3万ドルぐらいから買い増しはしてきます。えー、ビット、買い増しというかビットコイン今持ってないので、えー、ビットコインを、えー、3万で買って、2万で買って、もし1万ドルまで下がれば1万ドルまでさ、えー、買うっていうような玉ですね。 え、資産、資金を残しておいてやっていこうかなと思ってます。大体目安としては今年の年末までには多分3万ドル前後とかまで下がるんじゃないかなと。年末えっと、それでまあ10月とかぐらいには、9月10月にはまた再度3万ドルまで行って、で年末よくわかんないですけども、来年ぐらいには、えー、2万ドルから1万ドルに到達するとか、 えー、それもなんか、地場下げとか分かんないですけども、一瞬なのかもしれないし、1万ドル2万ドルから1万ドルの、えー、時間が数ヶ月続くか分かりませんけども、もうそのチャート形状とかっていうよりも、単純に価格が2万ドルから1万ドルぐらいまで下がれば、僕は安いと思うので、えー、買います。で、再度、まあ、そこぐらいで買えれば、10万ドルいくかどうかは分かりませんけども、この5万ドルぐらいとかまでは戻してくる可能性は、えー、かなり高いんじゃないかなと、もうそこまで下がれば、それぐらい上がるっていうことですね。うん そういうふうには思ってます。で、今年、そのね、10万ドルとか超えていく可能性もなくはないと思いますけども、やっぱそこは僕は勝負かけました。上がっていく目線ね。だから皆さん見てる中でも、価値を決め込むというか、まあ、短期的にも、中長期的にも、このまますぐに上がっていって、10万ドルいくっていうところを狙って、そこでまあ、理学するっていうふうに決め込んでも、もちろんいいと思いますし、僕は、やっぱりこういうふうに上がっていって、 落ちてでまた再度こってここは人によって戦略分かれると思いますけども、まあ、僕はもうそれで決めたのでで前から言ってるしやっぱりその有限実行というかねその言ってる中で自分の何となくこうチャート形状によってなんかこう気分とか曲げちゃって上がる目線に切り替えたと思ったら結局下がったりとかしたらやっぱ嫌だなと思ったのでそこはやっぱりあの自分の勝負っていうのと別にそんな あの落ちそうじゃ、上がりそうな気配と下がりそうな気配、やっぱりまあ、あんまりこう見た感じでは、半々ぐらいあるのかなっていうふうに思って、やっぱり下落目線で考えています。ね。あの、人がどう思うかっていうよりも、やっぱり自分がそう決めたっていうのは重要だと思ってますので、皆さんは皆さんで、あの、まあ、ね、動画見て、まあ確かになと、落ちるかなっていうのもあり得るなと思って、えー、理覚するっていう方もいいと思いますし、もしくは、まあ、含み損になっている方はね、あの、一本前の動画で言った通りですけども、全然売らなくていいです。 今、含み損になってるとか、6万ドルぐらいで買った方はね、ビットコインが6万ドルとか、えー、その時の、ここら辺の時に、あれとろに、高値圏で買った方は、もう、下がることに買い増ししていって、そのあれとろには信じられるならね、でそれで、えー、もう、あと、次のバブルとか、ここの高値を越していく時は待つしかないです。多分まあまた3年後とかには、えー、もしかすると、ね、BTC の半減期とかでまたバブルになるかもしれません。ね、だからそれを狙って待つのがいいと思います。 だからそれもあるから、それがあるから僕は一旦こう下がっていくんじゃないかっていうのと、下がってた時には買い増しするよっていうふうに言ってるわけですね。で特にまあ1万ドルとかこの領域っていうのは連なってるので、おそらくここまで落ちるっていうことは、まあ、落ちた場合にはここを割っていくとかね、3000ドルまで,まで落ちるってことはないだろうという風に思ってますので、多分この1万ドルから1万2000ドルぐらいまで落ちても、まあ、ここが大底で、こういう中のヒゲとかね、ストーンみたいな、コロナショックみたいなことがあれば、ストーンみたいな感じで落ちて、また急に戻していくのか、 じわじわ下がってって、レンジになって、ここみたいな感じね。なって戻していくのかはわかりませんけども、いずれにせよ、その領域は買っていて、えー、問題ないかなと思っています。やっぱ周期的にもですね、うんと、上がって、下がって、上がって、下がって、で、まあ上がろうとするけども、ちょっと上がるまでが早すぎて、レンジになって、ちょっと急落するけど、結局上がってって、 で多分ここで、まあ、ここはバブルで終わりだとすれば、ちょうど半減期ですね。ここ半減期の翌年、翌年、翌年。で、ここが落ちていくんじゃないか。で、落ちていった先にはまた、えー、3年後とかにはまたこう上がっていくんではないかってところですね。こう下がってもこう上がっていくんではないかっていうふうには思ってます。だからそこはわかんないですけども、それにかけようかなと。下がっていて2万ドルの時とかに変えればベストかなと思ってますで。そういうところでアルトコインを、まあ、ビットコインもですけども、アルトコインね、残り。 あれ打っていこうかなと思った次第です。なので皆さんもね、あのーまあ、参考になるかはわかりませんけども、まあ、下手にその動かしたくないとか、まあ、放置で時間をね欲しいとか、別になんかこう合唱して放置しておけば上がるんじゃないかとかね、思ってる方とか、あと税金面もね、日本に住んでる方あると思いますので、僕はまあマレーシアなんでないですけど、あの株、あの投資系はね全部ないですけど、 あの日本に住んでる方で、税金面とか気にする方とかは、まあ、ガチを決め込んだ方が逆に便利かもしれません。BTC とかね、あるところに全般ですけど。なぜなら、その確定申告とかね。まあ,あ、と、今年の年末、あの年区切りなんで、それもややこしいですよね。で、逆に、その確か、個人の分だとね、利確して、逆に翌年損失になった場合には、前年分をなんかこう、えー、通算できないみたいなね。いや、マイナス分を、税金、多く払った分を戻すことはできないみたいなふうになってるみたいなので、確かね。 細かいこと分かってないですけども、その辺はね。だそういったこともあるので、だったらまあ放置して必要な分だけとか、生活費とか、えー、一部だけ、理学した医学だけ理学して、えー、そのね、なるべく税金を抑えるとか、そういった感じでもいいんじゃないかなとは思っています。だからそこはね、税制とかによりますね、国のね。まあそういうのが嫌だから、まあ、僕はマレーシアとかにね、えー、税金ない国に引っ越したんですけど、えー、まあ、ね、そこはかなり、 大変だと思うので、普通に日本に住んでた方が楽だと思います <laughs>、ね。まあ、どのコインを利確したとは言いませんけども、どういうコインでもあんま買わないです。みんな大体チャート形状一緒なので、もし僕、ソラナ一応ね、持ってないですけども、ソラナは持ってないけど、たとあと、ルナとか持ってないけども、えー、もし持ってたとしても、多分今の領域とか利確してますね。ソラナもね、ルナとかも。うん。だからそういったぐらい、あの、コイン関係なく含み益になってるとかっていうのは、 え大幅な利益とかって関係なく基本的には利確しようと。あとそれが自分の中で期待しているコインとか、今ビットコイン持ってないけど、もしビットコイン持ってたとしてもこの5万ドルでもともとしようと思ってますし、そうですね。もしイーサー持ってたとしても、持ってますけども、イーサーもね、利確しようかなと思ってます。イーサーはね、これだけ言っときますけども、えっと、ま、ほんのちょっとしか持ってないんでね。あの、あれです。なんだっけ。 えっと、バイナンスで、えっと、イーサーの2.0のステーキングやってますけども、それも解約して、あの、利額しようと思ってます。それぐらい、え、そんなことまですんのみたいな感じです。まあ、もちろん、金利今低くなってきてるんで、なおさら持っててもね、金利が多分5%ぐらいですか、多分。10%もないと思いますね、イーサー2 0の。なので、そこまでしてイーサ a を持っておく、えー、のはないっていうのと、あと、ステーキング全般ですね。ステーキングが例えば年利で10%とかもらえるとしても、 言っても10%ですよ。仮想通貨なんて1日とか年間で数十100%動くわけですよ。えー、2倍になれば100%で、1 2分の1になれば50%のマイナスなわけですから、からそれが数ヶ月単位で起こってるのに、その年間で数十、ね、10%もらったって確かに嬉しいですよ。だからそこは僕はなんでそこで理覚してどうするのかっていうと、USDT にしておきます。USDT でだい、まあ、まあプラットフォームによるんですけど、今バイナンスが低いので違うプラットフォームに一部入れて、それでまあ年利で。 5%とか8%とかそれぐらいとかもらえればいいのかなと例えば1億とか預金しておけば5%だとすれば500万とか増えますのでまあ別にすごい多い額ではないんですけどもそれだとねあの金利ねさっき言ったそのステーキングの報酬低いって言ってて、えー、ステーブルコイン入れんのかよって思うかもしれないですけどそれは金利目的じゃなくて、まあ、金利をもらえるからラッキーだけども下がっていくときにその価値が下がっていかないように価値の保存手段として USDT とかを使うってわけですねマイナス、US u s あの B S ィでも、あの、U S D C でもいい,だけいいけども、ま、なんでもいいです。テーブルだったらなんでもいいんですけども、一応、時価総額低いってなると、昔から使ってるから、USDT を使ってるっていうだけです。ね、だからそれも、あの、あまりその、U S D T がすごい好きとかないです。あと、不安はね、若干ありますよ。それは僕も USDT とかになんかテザーのね、裏付け資産があるのかないのかとかね、いまだに何回も言われてますから。で、逆になんでバイナンス USD とか言われないんだとか、USDC とかね、こいえー、あとは、 トゥルー USD とかいろいろあるじゃないですか。なんでその、テザー社だけにそんだけ言われるんだっていうね。やっぱなんか怪しいのか、それともすごいいじめられてるのか、よくわかんないですけども、まあ、バイナンス USD はね、多分金持ってるから裏付け資産あんだろうと思われてるのかわかんないですけども、その辺はわかんないけども、僕は何でもいいと思ってます。一応だからバイナンス U、b s d とかを持ってます。うん。半々と言えないけども、えー、まあ同じ半々の時期もあれば、えー、USDT が多い時期もあるみたいな感じですかね。 えそういった感じの保有割合です。まあ、ということで本日はあのーまあ、皆さんに推奨するわけではないですけど僕の報告としてあとまあ皆さん参考になればということでまあえー、下がっていく確率周期的に、えーまあ、根拠とかそういうの言うとすればこの周期的には下がっていく周期が、えーね、半減期の2020年の5月が半減期でその翌年が今年なので下がっていく確率があるのではないかそれを狙って理学、えー、したと。今回上が上ってるのは、えー 上昇からの下落からの、えー、戻しで売ってるって感じですね。もう要はバブ、これ以上上がんえー、6万ドルを超えていくではない、上がることはないだろう目線で、えー、理学するといった感じです。えーまあ、こういった週足で見るとこんな感じ、うん。ちょうど嬉しいことにね、えー、今週はちょうどあと17時間しかないですけども、まあ、陰線で確定すると、まあ、若干ちょっと駒っぽい感じになるので、落ちやすくなるのかなと。うん で9月の月足を見てみても、えー、こうやって陽線で来てるけども、9月から月足が陰線に変わって落ちやすいのかなとは思ってます。一応ね、えー、そういった感じは思ってます。9月から下がって、9月、10月は、えー、下落相場になるんではないかなとは思ってます。僕の目線ではね。まあ、ということで、まあ僕はそういった感じで考えていますので、まあもしね、皆さんが、えー、まあ、だからはね、皆さんの後悔ないようにしてください。最後に言いますけど、僕がここで理確したと言って、皆さんも理確して、もし上がっていった場合に、 うん、それはまあ下にいく可能性とか2万ドルにいく可能性もあって上に行ってしまったのはしょうがないと受け止めて理覚できるのかそれともまあ理覚してうわ上がってった最悪佐々木の野郎みたいな感じで思うのかまあそれを思ってもらってもいいんですけどただそうね思った時に佐々木の野郎だけじゃなくてうわみたいな自分は上がると思ってたのに変な YouTube 佐々木の YouTube 見たせいで上がってってしまったのを取り損ねたと。 後悔すするんであれればそれはやっっぱり持っておくべきだと思いますねだ僕は、えー、理覚したので、ただ参考にしてもらえればなと。まあ、僕は、ほとんどこの5万ドルとか6万ドルで下がるってね、4月5月から言い始めて、実際下がって、で、4万ドル、3万ドルで一旦反発するかもしれないって言って買って、で、5万ドルまで上がりますよって言って、5万ドルまで上がりました。そこで売ってますから、まあ、ここの辻褄まは相当合ってます。で、そして2万ドル超えたときも、2万ドル超えたって言ってロンあの、現物使ったりとか、b t c フックとかでも勝率とかも、 ここの勝率は7割8割ぐらいで、RR も3、平均で3ぐらいありました。あの、悪い時入れて、いい時悪い時入れて、えー、トレードでそれで、えー、何十回かやって、それで RR が、えー、平均3から、多分、おいい、e、と5、6とか10ぐらいあった時もありましたね。すごい爆上げしたりとかして。そういった感じで、まあ、そういった短期のトレードもできて、そういった相場もう終わっちゃうんで、ここがね、超上手かったわけですよ。トレードとしてはね、ここまでが。ここからだんだんレンジになったりとか、 よくわかんなないい動きしてこことが全然稼げない相場で現、現物投資ではしっかり利確して下がったところで、えー、またサイド買ってで上がったところ利学してるっていうところは当ててますのでこれも,もねあね去年のマから見てくれてる方は分かると思いますけどもそこの信憑性を入れて、まあ、あとは考えてください <laughs> そうするとその通りにしろみたいな感じですけどあの まあ僕はそう思ってますね。あとは皆さんが、ね、皆さんの戦略でね、やってもらえればなと思います。えー、ということで今回の動画が以上になります。今回の、ね、動画が良かったなと思う方、ぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。あと概要欄の方にあります。ね、先、えー、前半に言いましたけども、公式の公式メールの方で、えー、投資トレードのね、無料講義を配信してますので、ぜ、え、ひ、ー、登録しておいてください。あとその以外のね、あのビットゲットとか、あとトレード作る配信のインプラン。 あと SNS とかもチェックしてもらえると嬉しいなと思います。それでは本日の動画は以上になります。最後でご覧いただきましてありがとうございました。